大豆の根粒の断面。この根粒には、根ン細菌の一種ブラディライザビームジャポーニカムが生息し、窒素固定の共生系を形成している。この写真は、バクテロイドの細胞の一部を写している。根ン細菌とは、根ンに生息し、多くの植物と共生関係を結ぶ細菌である。根ン細菌の英語名のライゾーバクティリアはギリシャ語の根に由来する。根腱細菌には、 寄生種も存在するがこの用語は通常植物と互いに有益な関係を形成している細菌を意味する。これらの細菌は生物肥料に用いられており、生物肥料に使用されている微生物の中では重要な位置を占める。根検細菌はしばしば植物成長促進根検細菌を指す。 PGPR という語を最初に用いたのは1970年のヨゼフ・ W ・クロッパーであり、これ以降、自然科学の文献に一般的に用いられるようになった。PGPR は、宿主の植物種によって異なる関係を築く。この関係は、主に二つ、ライザスフェリックとエンドフィティックに分けられる。ライザスフェリック関係では、PGPR は、根表面が、 根、ね、表面の細胞間隙にコロニーを形成している。そして、しばしば根流を構築する。根県の優生種は、エイゾアスピララム属である。エンドオフィティック関係では、PGPR は、宿主植物組織のアポプラスと空間で生息、生育する。窒素固定は、根県微生物において、最も利益的な行動である。窒素は植物にとって、必要不可欠であり。 栄養素として体内に取り込み続けなければ生存、生育できない。植物は窒素分子の2つの窒素原子間の三重結合を切断することはできないため、大気中の窒素分子を吸収することはできない。窒素固定では、窒素ガスはアンモニアに変換され、植物に吸収されることが可能となる。ネケン細菌は窒素固定によって、 宿主植物の成長を強力に補助したり促進したりできる。宿主植物はアンモニアを同化する必要はないので、アミノ酸を細菌に供給する。供給したアミノ酸の窒素分は窒素固定によって植物へと還元される。窒素固定に関連するニトロゲナーゼは、嫌気環境に関わる。混流中の膜は、嫌気環境をネケン細菌に提供する。 ネケン細菌は代謝のために酸素を要求するため、酸素を供給するヘモグロビンタンパク質のレグヘモグロビンを根流中で産生する。豆科植物は窒素固定を促進する作物であるとよく知られている。豆科植物は土壌の健康を維持する目的で何世紀にもわたって林作に活用されてきた。植物はネケン細菌から下級体の栄養素を受け取ることができ。 そのためには、ネケン細菌の生存に適した場所と条件を提供する必要がある。ネケン細菌のために根流を生産したり維持したりするための植物の負担は、光合成の全出力の12から25%とされている。豆化植物は栄養素が利用不能となるとすぐに付近の場所へと移住することがしばしばある。一度移住すると、ネケン細菌は、 豆化植物の根の周辺を栄養素豊かにし、今度は宿主植物と他の植物との競争を招く。このように、根圏細菌との共生関係は宿主植物の競争の激化につながることもある。PGPR は植物による土壌中の栄養素の利用能を高める。その過程は、第一に栄養素の皮下球体の可用化である。根圏細菌は、 有機酸や脱リン酸化酵素を分泌し、H2PO4 といったリンの不要性かつ、非可給性形態を可給体へと変換する。第2に、シデルォアを産生し、このキレート剤によって、根細胞への栄養素の運搬を効率的にする。p g p r には、プソイドモナスプチダ、エイゾアスピララムフラレソンズ、及びエイゾアスピララムリポフェレムなどがいる。 豆化植物と共生している窒素固定細菌の中ではアルオライザビーム属、エイゾアイザビーム属、ブラディライザビーム属、およびライザビーム属が特に重要とされている。蒸気のように微生物の摂取は作物に有益である可能性がある。しかし多くの作物に対しての大きな規模での利用は経済的に実行可能な技術に至っていない。このため、 産業的な農業に広く活用されていない。例外は、エンドウ豆のような豆化植物への根粒菌の摂取である。PGPR の摂取が効率的な窒素固定をもたらすことは確認されている。この技術は100年以上にわたり北米の農業に利用されてきた。植物成長促進根圏微生物とは、種子に摂取されるとその植物の根に生息し、 その植物の生育を促進する土壌微生物である。この定義はクロパート・シュロースによって初めて行われたコロニー形成の過程は暗示されている。種子に摂取された後に生存し、種子の浸出物に応答して、種子圏で繁殖し、根表面へと吸着し、そして発達する根系でコロニー形成する可能性がある。 補助内で PGPR が有効とならない理由は、しばしば植物の根に定着する能力がないためである。最近の形質の多様性と特定の遺伝子はこのプロセスに寄与する。この遺伝子のいくつかは同定されている。これら遺伝子が関与する形質には運動性、種子や根の浸出物への総化性、専門の生産、特定の細胞表面成分の生産、 特定の熱心質物の成分を利用する能力、タンパク質分泌、およびクオラムセンシングを含む。これら形質の発現に手を加えられた変異体の生成は、各形質がコロニー形成の過程で果たす正確な役割についての理解を助ける。遺伝子の同定作業の進歩は、遺伝子融合技術による無差別なスクリーニング戦略を用いて行われている。この戦略では、 コロニー形成の過程で発現する遺伝子を検出するために、レポータートランスポゾンとインビトロでの発現技術等を利用している。緑色蛍光タンパク質や蛍光抗体などといった分子マーカーを使用することで、強焦点レーザー操作型顕微鏡を用いて、根における根検細菌を観察することが可能となる。加えて、ウ標的プローブを利用することで、 根圏における根圏細菌の代謝活性をモニターすることができる。これら二つのアプローチの組み合わせは、簡単に位置する細菌が最も活発であったことを示した。PGPR は直接および間接的な手段によって植物の成長を促進するが、具体的なメカニズムは全て十分に明らかとなっているわけではない。 p g p r による植物成長促進の間接的なメカニズムには、作物収量への植物病原体の有害な影響を低減する p g p r の能力が関わっているが、直接的なメカニズムは植物病原体、または他の根圏微生物の非存在化でも観察される。p g p r は様々なメカニズムによって植物の成長を 直接的に高めることが報告されている。直接的なメカニズムには、窒素固定による植物への窒素源の供給、シデロフホアの生産と、下球体の鉄分の供給、リンなどのミネラルの可用化、植物ホルモンの合成がある。また、PGPR 存在下の根表面では特定のイオンの流動が増加し、ミネラルの取り込み量が直接強化されることが報告されている。 PGPR による植物ホルモン合成の役割については特定の植物ホルモンを合成したり応答したりする能力が改変された微生物や植物の変異体を用いた分子アプローチにより研究が進められている。オーキシンとサイトカイニンを合成するもしくは植物のエチレン合成を妨害する PGPR が同定されている。天才の研究は根、ね、で コロニー形成する細菌のいくつかが有害根圏細菌であることを明らかにした。この研究では、ディビジョンラップバトルを摂取した天才の種子は、発芽率の低下、根の病変、根の身長の低下、根の湾曲、心筋感染の増加、および植物体の成長の減少を示した。一度の実験で、天才収量が48%減少した。エンテロバクタ族、 クレブシエラ属、シトラバクター属、フラボバクティリアム属、アクロモバクター属、及びアーサロバクター属から、ディビジョンラップバトル株が同定されている。知られている、分類学上の種だけでも数が多いため、非常に多種多様なディビジョンラップバトルとしての完全な、特性決定は可能ではない。PGPR の存在は、天才の根における、ディビジョンラップバトルの繁殖を抑制。 低減することが証明されている。PGPR とディビジョンラップバトルの両方を食菌した場合では収量が39%増加したが、ディビジョンラップバトルのみを与えた場合では収量が30%減少した。根ン微生物は他の微生物や真菌による植物病害を制御する場合がある。体系的な抵抗性と抗真菌性の 代謝産物の生産を通じて病害は抑制される。プソイドモナス属の生物的防除株は植物の成長を促進する、用遺伝的に改変されており、農業用作物の病害抵抗性を高める。農業では、まかれる前の種皮に食菌用微生物が投入される。摂取を受けた種子では十分な細胞数の根圏微生物が根圏にて確立し、 収穫に有益な効果を顕著に示す可能性が高い。ありがとうございます。